ごご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は山本周五郎作「楽天旅日記」ですそれでは本文をどうぞ「第27章」。 語り合うのの情報のこと続きから吉兵衛はこう小五郎に会釈をして廊下から自分の部屋へ帰った兵庫は風呂場へ行って汗を流して戻ると「お夏だねひどく暑かった」などと言いながらしっきりに濡れて拭いで赤くなっている顔を拭くのであった「いくらこすったって」 酔った顔のの赤いいは落ちやしない用事はどうなんだ吉兵衛は今々いましそうににらんだ赤に早いが江戸へは行ってきたのか沼津でねいや沼津で勝田に会ったんだそれで江戸へは行かずに済んだから勝田に会ったどうしたんだ勝田は来たのか彼は沼津にいるよいろいろ事情があるから。 沼津で用が足りたとすれば帰りが遅すぎる今日はもう8日目じゃないか吉兵衛は3日前からの荒々しい空腹をつい口にせずにはいられなかったここから沼津までなら往復4日で十分なはずだ俺は江戸までの日数を思って先をとついから朝夕2回の粥と梅干しでやってきたんだ だってどうしてそんな。どうしてって、感情は溜まってるし、金は一文もなし。兵庫は高水区でいつ帰るかわからないと思えば、かゆだっておちおち食べていられないじゃないか。怒ったってしょうがない。江戸まで往復したとすればもっとかかるんだから。兵庫はそこで話を変えた。まず肝心なことを言うが。 江戸では俺たちも正式の脱藩者と発表し新たに話し撃ちの上位が出て重高丈之助と茂木三郎座ともう一人がこっちへ来ているそうだ千葉宗太郎もうろうろしているというからよほど注意しないといけない話し撃ちの上位いよいよ居直ったな勝田は昼夜にやられたそうでね平吾は 甚四郎から聞いた始終をあらまし語った吉兵衛は黙ってうなずいていたが甚四郎がおかじと一緒にいると聞いてこれには意外だったのだろうそれはそお前おかじだにあったのかもちろんあったさどうしてちょっと待てそれはよかった吉兵衛は廊下へ出て行き小五郎に声をかけた上 不審がっている平庫を連れて隣の部屋へ入っていった板倉小五郎殿だ柳川平庫です平吾は挨拶をしてから吉兵衛を見たするとおかじさんのうん板倉城代のごなんだ勝田がいつも話していた人だよああ、それはまた奇遇ですね今こっちで耳にしたんだが 妹が勝とと一緒にいるといるうのは事実ですか「ええ沼津の塩宮という宿においでです」「相手が上代家郎の息子なので平庫もやや言葉を改めた」「ご存知の通りお部屋様一味を探索したような形で彼らの追及が厳しいためにうっかり動くこともできないしあなたへお便りもあげられない」 それにはこういういがあるんですが。そこで平庫はもう一度甚四郎を氷室から救い出してからの話をした小五郎は眉も動かさずに聞いていたが平庫の話が終わると低い声で「そんな未練な妹とは思わなかったが」を独り言のようにつぶやいた「しかしそれは未練などとはおかじは逃げてはいけなかった」 あれには初めから命を捨ててかかれと言ってあるんです小五郎は冷酷とも思える調子で言った勝田を救ったのはいいが逃げてはならないボタンにいてあくまで役目を果たすべきなんだそれではしかしすぐ一味の手にかかりますよ中也が現におか地さんを見ているんですから彼らの手にかかればいい 捕らえた彼らはお家事をどうするか仮にも上代我郎の娘だ押し込めるにしろ命を縮めるにしろお家事の身に間違いがあれば彼らに類の及ばないわけはないことによれば一味を除く機会にもなるそこに気がつかず命惜しさに逃げ出すとは未練なやつだ私はこれから立ちます立つと言って吉兵衛はちょっと とあっけに取られた「一体どうなせるんですまさかおかずさんを」「妹の始末だが勝田に会いたいそれによってはすぐに江戸へ行くつもりです小五郎はいかにもこらえ性のない様子ででは失礼だが支度をしますから」こう言って立ち上がった2人はそこにいるわけにはいかない挨拶をして自分たちの部屋へ戻ったのであるが」 部屋へ戻るなり兵庫が吉兵衛を見てニヤッと笑った「似ているぞ桐生お前にそっくりだ」「冗談どころじゃないあの調子だとおかじさんも切るかもしれないぞ大丈夫だ勝田がいるよ」「兵庫は妙な具合にうなずいた勝田はおかじさんに指一本ささせやしない」「断じて断じてだよ」 第28章実力行為とその快感のこととが周到な計画をもって行われた点については持家益蔵が采配を振るったというだけで了解されるであろうそれは初夏の極めて快晴な日のほぼ午前9時頃のことであった現場にあって始終を観察した一人の 村回りよりになる菊内久内はちょうど薬宅の庭先で家庭菜園の土へ桑を入れていた伸び盛りの高菜の根へ風を入れるわけであるが空のどこかでとんびの鳴いていたことは彼は一生忘れることができないだろうと後日よく人に語るところであったそれというのが久内には 飛びの泣くのくが次のよううに聞こえるそうである「ピーピーヒョロヒョロピーピーヒョロヒョロ」「ピーピーの貧乏でヒョロヒョロしていると悪行を叩いている」つまり区内自身を長老する者の,のように聞こえるというのであるついでに紹介すれば区内氏は耳づくも嫌いであったなぜならこの家長は「貧乏貧乏」貧乏 貧乏とあからさまに軽蔑するからだというまた彼はその意味でホトトギスをも憎むこの小尺な夜舞鳥はさらに悪質で一文やろうか一文やろうかなどとさも人を馬鹿にした泣き方をするからというのであったさて苦内はトビの泣くのを聞きながら 高菜の熱土へ桑を入れていたすると全く予告なしにガラガラメリメリという猛烈な物音が起こったのである地震だ大地震だ船内は反射的にそう喚きたてたみんな出ろ外へ出ろ家の中にいる妻女と八人の子それに向かって叫んだわけであるが彼らは家の中で楽しげに談笑していて 彼の声などには全然回意しなかった猛烈な物音はなお続いていたガラガラバリバリドドドドズシンそしてワーッという集団的な人の歓声も聞こえる菊内区内は足で地面を踏み立て目をつり上げ両手を打ち合わせて叫んだ「大地震だお前らは潰されるぞ出てこいっちゅう早く早く みんなどうしてそこで宮内氏は飛び上がり音のする方へと振り返ったすなわちこれが事の発端のあらましの状況なのである初めに大老が破壊された先頭に出てきたのは持家益蔵である次には淳次郎が老後氏の錯覚の太いのを持って現れ二十人ばかりの罪人がそれぞれに 廊板の六尺棒やその他もろもろの獲物を手に時の声を上げて飛び出しそうして益蔵の指揮に従って貧速な行動を開始した「一番手役所へ二番手牢へ三番手すぐに物見命じたこと以外に手を出すな」増「益蔵はいい気持ちそうに叫んでいた淳次郎は 案内されるままに女郎を破壊し次いで俗に水郎といわれる重郎を打ち壊した彼の顔は血が昇って濃い桃色に染まり眉はきっと張り目は若い獅子のような光を放っている彼は今生まれて初めて自分の力量が非情なものだということを知りその力量を行使することの快感によっているようだ これもかよしどいていろこう言って手にした尺角の老後紙の八尺余りのものを振りかざすするとその一撃でいかに頑丈な建造物もバリバリと悲鳴を上げ柱が折れ扉が粉砕される女郎からは十四五の罪人が出てきた重郎からは3人「今度は役所です」こう言って たのは山下の吉蔵である。彼は大官署の中をよく知っているので、特に洋書の案内を命じられていた。牢から出た者は、裏門へ集まれ。大きな声で、わめきたてるのが聞こえた。心配はいらない。大丈夫だから、散らばってはいけない。みんな、裏門へ、こっちへ集まれ。純次郎は、吉蔵の後から、役所の方へ入っ そこはしらすと役部屋と書庫とに分かれている。山の中のことで、掘り役人は数が少ない。彼らはます。像の言う一番手によって自らの縄で縛られてしらす。へずらりと転がされていた。ここもやるのか、順次郎がそう言っていると時、玄関へます。像が出てきた。彼はすでに自分の大小を取り返し。 それを腰に刺して丸い顔をひときわ丸くしニコニコしながら純次郎を中へ招き入れたうまくいきました大官の指定もやりましたし大官も捉えましたしかしいかがですあなたも悪い気持ちはなさらないでしょううん初めてだからね純次郎はまだ腕が鳴るらしいもう少しやってみたいが この建物もやっていいのかねいや、それには及びません。実力講師はもう結構です。これから大官の支局の資料を集めなければなりませんがあなたはまあその辺で休んでいてください。俺は休むほど疲れていないが。では一つ奥で代官の見張りでもしていてください。私は家宅捜索を始めますから。マスゾはこう言って。 一人の臆病そうな子役人をせき立てながら廊下のあちらへと去っていった「淳次郎は半月ばかりも滞在したことがあるのでその建物の内部のことはかなり知っている」「奥というので見当をつけてゆくと大官の居間に大官が縛られていた」「彼は人への寝巻きでそこにはまだヤ具が述べてあり」 彼はそのヤグの脇に両手を後ろで縛られ同じく縛られた両足を前に投げ出して随分窮屈そうな格好で座っていた「いやあお前まだ寝ていたのかね篠田」純次郎はそこへ座りながら言った「いろいろ話を聞いてねこんなことはしたくなかったんだがしかしよくないお前は」 体感として不適任らしい、まあ「まあまあ若旦那」「突然そういう声がしたのでそっちを見るとヤグの上に派手やかな寝巻きのままぐるぐる巻きに縛られた女が転がされたなりでこっちを見ていた潤次郎は「うっ」と言ったなぜならそれは和倉屋のお民すなわち あのものもすごい治療術をやってくれた姉子だったからであるまあよく来てくださいました姉子は顔に郷愁を作り声に愛想を込めていったきっとあなたが助けに来てくださると思ってましたわねえこの名はおといてくださいよ若旦那 私苦しくても死にそうなんですからお前お民じゃないか <laughs> 私です若旦那私が可愛がってあげたことを忘れじゃないでしょう私真心を込めて身も心も痩せるほど可愛がってあげましたわねしかしどうしてお前こんなところへ来ていたんだ それは若旦那あれですわよお民は縛らられたた体を自由のくく範囲でくねらせたそりゃもう若旦那にお会いしたくて一目お会いしたくて来たんですわそれにしてはこの様子で見ると大官と寝ていたらしいじゃないか純次郎はこう言ってふと眉を開いた。 とすると今度はこの篠田なのかいあの「立派な男にする」という術を篠田にやっていたのかいい,いえあれは若旦那だけよお民が可愛がってあげたのは若旦那お一人ですよねえ早くこの名を解いてくださいなうん解いてもいいんだろお前は大感謝のものじゃないんだから。 淳次郎はこう言ってお民の方へ行った「みんなはきっと勘違いをしたんだろう目的は大官所に限っているんだから」あ「ああうれしい」「おにきますわよ若旦那」お民は歓喜のあまり早くも身をすり寄せあらん限りの美体を示しながらしかし 何より言ってはならないことを言ってしまった縄を切ったら2人で逃げましょうねそうしていいところへ行って2人っきりで今度こそ若旦那を男にしてみせますわ私この前とは違う手を覚えましたのその手でたんとたんと若旦那がくたくたになるほど可愛がってあげますわ純次郎は 縄を切ろうとしていた手を止め、抜いていた脇差しをさやに収め、そうして元の場所へ戻って座った。あら、どうなして？縄を切ってはくださらないんですか？うん、やめた方がいいよだから。どうしてですの？私がこのままあの無本人の老伯爵たちの手で殺されてもいいと言うんですか？ あれらは謀反人じゃない。それにあれらは誰も殺しはしない。ただ大官の非道なやり方を摘発して哀れな領民を助けようというだけなんだ。それができたらお慰みだ。篠田大官が初めてそう意見を述べた。理由の遺憾にかかわらず、大官所破壊や牢破りは謀反相乗の重罪だ。第一に。 大官の非道をどこへ訴訟するか篠田閣下はこううそぶかれた浜松城代はこの山家と密接な連絡があるこうしているうちにも軍勢が繰り出してくるだろうでは幕府へ上訴するか下克上は乱である非道の有無を問わず乱もなす者は極刑に処するのが天下の大砲だ 常に全額を超越して大砲は動かされる。お前たちはみんな逆さ張り付けの上極門だぞ俺にはよくわからないがお前の言うことはかなり大げさに聞こえる。お前が考え違いをしているのでなければ大砲というやつが間違っているんだろう。領民があって初めて政治がある。領民や大官は領民のために政治を行うものだろう。 その領民に対して非道な政治が行われる時法が領民を守らないで政治の味方をするというのはおかしいお前頭がどうかしているんだよ第29章非理法とと現実のこと例えばだね淳次郎はおっとりと質問したこれはろう者の中で あの男に聞いたんだが「お前火は利に勝たないということを知っているか」「しかし利は火に勝たないとも言うぞ」「うんだがその法も天には勝てない」「天とはつまり自然の掟だろう」「政治や大法は権力を握った者がこしらえたのでそれが自然に反する場合は敗北するわけじゃないか」 俺はまだよくはわからないが一部の人間がその法を悪用して善良な多くの婿の領民を悲嘆に暮れさせるとしたらそれは反自然で結局は敗北することになりはしないかね子供の理屈だ篠田閣下はせせら笑いをなされたもし有造無造の下民どものために 政治や法が成中されるとしたら、誰も権力を握ろうと思うようなものはあるまい。政治や法は常に権力を付属し、それを自由に行使できるところに意義がある。そうでなかったら、この俺だって何も賄賂まで使って代官になどなりはせん。確かにお前の頭は狂っている。どうしてもお前は代官には不適当らしい。 この縄を切ってくれ。閣下は現実の問題に気づかれたみんな大虐剤で逆さ張り付けの獄門だがお前だけは助けてやる黙れブレ者。モノ次郎はそう叫んだこれも生まれて初めてのことだがそして力量に比例した凄まじい大活で天井と紙壁がビリビリと反響したのであるが 彼はつまり大官の分際で世に向かってお前とは何事だほのれ許さんぞまなじりが切れ上がって双眼から伝光が発するかと思えた七十万石の大使の嫡男身に備わった威厳が怒りのためにその真髄を表したと言えよう篠田大官には。 500人の本能があるこの本能は本能的に威厳を監督する本能を持っている彼は縮み上がり首をすくめ縛られたままの五体をわなわなと震わせた「ひらにひらにひらに」白河は上体を上下に運動させながら哀れげな声を出した「私の部長法を取り乱しておりました前後暴虐 何卒お慈悲を持ってご業者篠田がなお愛想しようとしているところへつかつかと入ってきた男がある「おおやっぱりやっぱりあなたでしたか」そう言ってこちらへ近寄ってきたのはかの炭焼きの権之城であった後ろからおまきもついてくるので純次郎は「ほう」と言ってうれしそうに向き直った ゴの城におまきか。迎えに来てくれたんだね。いや、あなたに迎えられたようなものです。ゴの城はそこへ座って抵当した。私は十郎に入れられ、孫は女郎に入れられておりました。二人ともあなたに助け出されたのでござります。それはおかしい。この代官は、 お前たちのことは片づいたと言っていたがねそれは気がつかなかった私若さんのお姿を見ましたのおまきは頬を赤くし潤んだような目でじっとこちらを見上げたお呼びしようと思ったんですけれど若さんは向こうへかけていらしたので先におじいさんを探しに行きましたの私もあなたのなされ方を拝見しました 実に非凡なお力なので、お声をかけることを忘れて見とれておったのですが、しかし、良くないことをなさいましたな。良くないことって、これいけないかねいけません。こんなことをなすっても何も良くはなりません。あなたもご無事にはいられませんし、住民どもにも迷惑がかかるばかりです。とにかく、一時も早く、 お逃げなさいまし。ちょうどこの時持家益蔵がやってきた例の臆病そうな役人に一抱かかえの書類を持たせ顔をまん丸にしておっほっほと笑いながら戻ってきたのであるうまく行きましたよこの通りです証拠は山ほど馬鹿 <laughs> バカな代官でしてね自分の首をくくるような書類を ご丁寧にきちんと備えてあるんですメジャーですよこれさえあればこの方はここにいるのは知り合いですかああ俺が世話になったもので権之丞というこれは孫娘のおまきというんだ純次郎は二人を紹介し続いて増蔵を彼らに紹介しようとして困ったこれは老舎者でね一緒になった男で。 色々親切にしてくれたんだが「タガヤ三平」といいます増蔵は平気でこう名乗った「タガは桶のタガのタガ矢は矢です」「本当ですどうかよろしく」「あなたがこの騒動の首謀者ですな」権之丞はにらみ者をにらんでこう言った「いやそれはよしましょう騒動とか」 死亡者などというう表現はしししにしましょうこれは一種の自然発生的なもので虐げられた一般住民のやむにやまれぬものがいやよろしい権之丞は相手の情絶を遮って「やったことは仕方がない今後どうするか」という点だがあなたは大官の死局の証拠書類を押さえたという。 それを一体どうしようというのですか浜松へ行きますよ。大官所は住民管理にしておいてで,ですね。この証拠をもって浜松城へ堂々と。ははは。これでも少しは才覚がありますからね。<laughs> その浜松城代が山下と同復だとしたらどうします山下以上に不法無道であるとしたら。 蔵の顔がシュンと音を立ててしぼんだように見えた本当のところその音が聞こえたようでさえある権之丞は言った私はこの土地に長く住んでいるもので浜松の役人どものすることはよく知っているこの年貢の非道な取り立ては3年ほど前から始まったものだが 寮内全体に計画的に行われているもので浜松へ行くことはコヌスットを山賊の狩猟に訴え出るのと同じことですあなたのしなければならないことはここからすぐに逃げ出すことだけですよしかしとにかくそれはそうかもしれないがしかしマスゾウはここでまた当惑したどうも快適でないこの山の中へ入った 以来かの霧吉兵衛をヤシのようだと怒らせた炎天滑脱な彼の吉がことごとに花面も叩かれ足元を救われる浜松がそういう事情であるとすれば若戸の創作という本来の使命を持つ身としては権野城老人の忠告に従うほかはないだろうしかし自分が発起人になってこれだけの騒ぎをやらかして それでもってイタチのように逃げ出すというのも男であり武士である増蔵としては多少ならず両親に咎めざるをえない小松ない不思議森の心境は多分こういった風のものだったんだろうな増蔵が思わずため息をついた時淳次郎が彼の意中を代弁するかの予後に言っただが 《これだけのこともしてしまったのだからこのまま俺たちだけ立ち退くというのは理にかなわなくはないか?》《逃げる俺たちはいいとして後に残る住民たちがどうなるかおそらくは過酷な罪を課されると思うがそれは私に手段がござります》《権之丞は傍らの書類を見ていった》《この刺極の証拠となる書類を預かって》 正面からはダメだが、裏から、幕府の格老へ投げ踏みで祖願します。つまり、浜松陵の非道な家連中級を天下に公表するという威嚇ですが、これは私が引き受けますからあなたは。と、淳次郎に言った。誠に足手まといでしょうが、おまきを連れて信濃の飯田へ行っていただきたいのです。俺はダメだろう。 俺は何しろ何も知らないし。いや、孫がご案内をいたします。知っているだろう、マキ。キジョダ谷の玄威殿だ。はい、存じております。今、手紙を書くがあなたも一時そこへ身を隠されてはいかがです。いや、私はちょっとその。マスゾウは口をもぐもぐさせた。 その実は人を探さなければならない身の上でしてしかしそういうわけだとするとそうですなことによるとそっち方面で探し当てるかもしれないしよろしい私も一緒に参りましょう私はひとまずと権野城は臆病そうな役人に硯と紙を持ってこさせさらさらと手紙を書きながらいた。 ひとまずこの大官を人質にして山へ隠れます証拠の書類と大官の命を稼ぎ彼らが住民に危害を加えないように計らいそれと同時に江戸の方へ手を伸ばすことにしますではそういうことにしてこう言って増蔵はそそくさと立ったマーキー旅中の銭はあるか権之丞は封をした手紙を 孫に渡しながらそう聞いた。すると増蔵はへど戻して「いやあります金なら私が持っていますから」「では途中よく気をつけて私がお引き受けします大丈夫です」「増蔵は会釈もそこそこにでは行きましょう善は急げと言いますからね」<laughs>「その笑い声はいつもほど力がこもっていなかった。 そうして玄関へ出て行ったが、そこで今度は十分に力のこもったすこぶる大きな叫び声を上げた。うわあああああ、おおかみだ、そこへおおが出た。第三十章松蔭寺の古事沼津から西へ一里半、古くは浮島原と言われた原の町に、 各林山薄隠と,という和尚のいた寺でそのために名高く和尚が死んで後もいわゆる「善男善女めかした人たちの参詣が絶えない」「めかした」などというと徳信の人志を波するようであるが該滅したところ我々庶民同胞の信仰心は 自由闊達融通無下であって八週三十二派全て結構やむを得ざる場合のほかは禅宗も天台も法華も区別はない現在でもその通おり夫君府君が神言で宰君が日蓮宗で家には仏壇と神棚があり子供たちはキリスト教会へ通っているそれでいささかも 相互いに抵触しないのだから「信教の自由」という点ではまさしく東西に冠たるものであり悪く言えばこれほど信教を侮辱した話はない「謝辞三慶」なども信仰のためというよりは多く好楽のつけたりであったその最も良き証拠に「選者札」なるものがあるこれは概して長方形の紙に「 各自の住所と名をす,り参景する社寺の建物へ添付するわけであるがこれを見るにほとんど対象に宗派の別がない。例えば神田早川邸なる先社札があるとするとその札はあらゆる収支の仏閣から神社院士に及び名を引いては所在の神木や洞窟祈願高名な橋の欄干さては 宿場のおしろい臭い家の柱にさえ堂々と貼り付けられたというわけであるしかもこれは決して神仏を侮辱するがためでもなく本事衰弱説に共鳴したがためでもなく半神論を信ずるがゆえの行為でもない何でもない要するに心境的精神とは別個の行楽を兼ねた自己宣伝の一種に過ぎないのである今 初夏の松陰寺には前述のごとき参詣人が思い思いのあるいは一段共通の参経用服装をして本堂にお辞儀をし肖像堂に合掌し和尚の墓にぬかづいてそうしてそのまま次の目的地へ去るものもあり海の見える丘の上で弁当を開く一段もあった。 純だぶ何みだぶ,なんまみだぶと一組の群れの中で指導者らしき老人が言うこれがお前さんインゲン豆を日本へ持ってきて広めたお人でなこの禅次が来ねえめえは日本にはインゲン豆はなかった禅寺様はどっからそれを持ってきなすっただかねえさありゃおめえさんからに決まってるさね 相対子の五穀注文はカラカラ来たもんで、その名は日本はまあ石ころだらけの草一つ生えねえごくつまらねえ見たような地面だった。じゃが、お肖像の絵解きをしたナチス様は言ったがの、脇でこう不審を打つ者がいた。白隠様はこの腹の生まれで諸国の道場で修行をして帰り、 この寺で亡くなられたってよ。殻へ渡ったなんてことは言わなかったように思うだがそれにインゲン豆はインゲン禅寺人が持ってきただと聞いたっけだがね知れたことえへ減ったのよ。さきの老人は滋賀にもかけぬ調子でその上相手を頭から暴れむと言ったふうに言って カラへ行かねえばおしょうとか禅師とか言うわけはねえのさそこのところはカラと日本で契約済みださそれからおめえさんインゲン豆だがそりゃまあ普通のはインゲン禅師が持ってきさしちゃったそんなことは父をしゃぶる赤ん坊でも知ってるこんだオラの言葉が足りなかったかもしれねえがオラの言うのは 白いんげんはここの和尚様が持ってきさしたと言ってるだよなるほどうんなるほどきの男が勘に打たれてうなずいたそれでわかるだよそれで白隠ちゅうわけだねうん白隠これで見るにやっぱり人の怪名を注文には 嘘はねねえわけさ陣志郎はそっと彼らの脇を通り過ぎた彼は信仰のためにではなく沼津にいる間に白隠の逸話をいろいろと聞いたのと連日連月にわたる木瀬川の見張りにいささか変化を欲したのとで禅寺の像でも見ようかというくらいの久方ぶりの骨休めというところであった。もちろん、 追手に狙われている身の上だから着流しではあるが傘はかぶっている参詣人の邪気のない話など聞きながら肖像堂を見物しさて海を一望に眺める丘の方へ行こうとすると「かかか勝田さん」と低い声で後ろから呼ばれた狙われている身の陣志郎は「しまった」と言いながらさっと と左へ二軒ばかり飛び刀の塚に手をかけて振り返った漢字としては背中に一刀浴びたに等しいしかし振り返ってみるとそこにはいざりの小敷が一人箱車に乗って竿で車をこいでいるのが見えるばかりだった「なんだ空耳か」こう思ってほっとため息をついた時今度ははっきりとそのいざり小敷が 網傘のかから呼びかけたか。勝田さんむむ向こうのあ墓へ行ってください誰だ仁四郎は一種の立然とした気持ちで鋭くそのこじきの動作を見守っただがこじきはそ知らぬていで巧みに車をこぎながらやつらの目につくといけないからそのまま墓の方へ行ってください。 こういう意味のことをどもりどもり言い墓地の方へと進行していった陣志郎は辺りを見回した他には疑わしいような人物は見当たらない一体何者だろうほじきをおとりにおびき寄せていきなり取り巻く計算かもしれないこのまま逃げる方がいいとも思ったが 郎は何やら好奇心もそそられるので少し距離を置いてその伊莉漆車の後からついていった松陰寺の代々の住職の墓を回ってゆくと松林のある丘で海を遮った空き地があるそこでイザリは車を止めかぶっていた傘を脱いでこっちを見た 私ですすよわかかりますか「むくんだような青黒い顔に髪もぼうぼう頬から顎までひげだらけで狡猾そうな小さな目がしょぼしょぼしているそこだけ気味の悪いほど赤い唇の間から白い大きな歯だけが白いだけにかえって不潔な感じで目を引いた」。彼は郎の いぶかしそうな表情を見ると「おおううくっくっ」といったふうに規制を上げ絞め殺されてもするような身振りで激しくどもりながら「わからないのも無理ではないかもしれない自分はあなたとそう親しくしたことがないからしかし自分の方ではあなたをよく知っているさっき街道からこっちへ入ってくる姿を見て」 自分はこんな具合に地面に座っているのも同然であるから顔を見てすぐに勝田さんだということが分かったそれでも以前なら黙っているところなのだが今は逆にあなたにお頼りしたい事情があるので思い切ってここまで後を追ってきたのであるこういう意味のことを述べた「どもる癖のある人ほど話がくどい筆者が 現に観察した例であるが筆者の故郷に親類で農業をやっている家があるその隣に平作さんという家があって平作さんには「ドも兵というあだ名がついていたこれは「ども里」としては多分第一級だろうと思うがある日彼が筆者の親類の家へやってきた。筆者が 大おばと縁側で話している前へ現れて口をもぐもぐ目をむき出したりつぶったりそうして右手でげんこつを作ってそれで何かを叩くような身振りをし片足で地面をどしんどしんと踏みつけ始めたその動作の突然さと異様さは類のないものであって筆者はてっきり彼を強人に違いないと思った。 おばはにこにこ笑いながら、「佳作さんようだけ言いなさいようだけ」。こうなだめるように言ったしかし佳作さんは顔を赤黒く充血させ拳で空を打ち示談だを踏みながらしゃっくりのような声を上げ想像もつかぬほどの時間をかけた上「今日はよいお日和でございます」という。 意味のの句を綴りあげたのである。だがそれだけで聖魂を使い果たしたらしい「こんにちはよいお日和でございます」こう言い終わるとともに彼はぺこりと三度おじぎをして自分で納屋へ行って臼を抱え出しもう一度おじぎをして帰ったつまり彼は臼を借りるのが目的であって 別に日和にに日ついいて感想を述べに来たわけでではないのである人間には害して自分の弱点を隠そうとする虚栄心がある臨食官が施しをするように水間が酔わない酔わないと主張するように公職官が媒乱をしないようにどもりもまた人並みに話せるという虚栄心を持っている。 そこで「臼を借りたい」と言えば住むところを日和の挨拶から始めるので肝心の用向きまでは勢力が続かないのである「仁四郎は『ああ』と言ったその激しいどもり方で思い出したのだ「お前確かおかち組のものだな」相手は顔いっぱいに笑いうなずき片手の指で自分の胸を刺しながら「間垣平太である」 甚至郎はここでまた周囲を素早く見回した間垣平太は甚至郎たちにとっては敵である昼夜と共謀して若戸の純次郎に害を加え今なお両者は通亡関係にあるはずだこちらにすれば探していた相手であるが現在そのような伏食姿になって 向こうかから呼びけけてくるのは思いがけない。がな何かあるこれには何か落とし穴があるこう思いながらしかし陣志郎はさりげなく聞き返したなるほどそう言われれば見覚えがあるがその格好はどうしたんだ平太も辺りを見回したそれから赤い唇をなめ箱車の中で息出し激しくどもりながら 話し出し出た「第三十一章『千本松原の決闘』平太はポロポロと涙をこぼした話の内容があまりに無念であるためかそれともその無念さを十分に表現できないもどかしさのためかいずれともにわかに判定はしがたかったが少なくともその涙の続けて大粒であることと。 それを拭おうともせずに熱中して話すありさまとは陣志郎の警戒心を9割方解消させるのに役立った平太の告白は陣志郎が柳川平吾から聞いた話を裏付けるものであった菅の昼夜から頼まれて2頭の馬を雇ったのは彼であったことが守備よく言ったら 200国加されるというう契約だそうでこの点に平太自身としては猛烈なる自己嫌悪を感じているらしい「どもり抜き」で彼の告白を紹介すれば「自分はその200石に釣られましたそれに加蔵されれば人並みになれるどもりであるために軽蔑され通してきたが今度はそいつらを見返してやれる。 こう思った時自分は生まれて初めて胸いっぱいに呼吸をし両方の手をこう揉み合わせたわけでありましたあらましこのような意味であった陣志郎はこれにはかなり同情をそそられたが同情は同情として陳述を続けるように促したしかし予期したほどのことはなかった中夜が 若殿を川上の方へ案内して行ったということは見たが果たして川上のどこへどうしたかは平太も知らなかった彼は包みの上で三時間よりもっと待っていただけであるそうしてやがて短期で戻ってきた中也は「待たせてすまなかったすんだよ」こう言って馬を降り手綱を持って平太の方へ歩み寄った。 その時は傾いた月の光のせいだと思いましたがンノは嫌な顔つきで片方の目だけがぞっとするようなまるで一つろうそくのような光を放っていました平太は依然恐ろしくどもりながら言ったそこで自分は「それでは二百石の家蔵は大丈夫なのだな」こう聞いたのですするとンノはにいって と笑いましたこれも嫌な笑い方です本当に笑ったのではなく唇をゆがめて歯を見せただけなんですからなそして俺が約束したからには間違いはないとにかくこの馬を返してきてくれこういうのでしたその時馬は2頭いたのか一頭きりでした若殿の馬は戻らなかったのです自分としては 借りたのは2頭ですから1頭だけ返しに行くのは多少は迷惑だと言ったわけですそうしますと菅野は「何1頭は川に溺れて死んだからと隊員をこれだけ使わせばいい」うん、こう言いましていくらであったか知りませんが紙に包んでよこしたのです自分はそういうわけならばと承知しましてその金をたもとに入れ 馬の手綱を受け取りました申し上げたいのはここなのですが自分が手綱を受け取りましてこういう具合に馬の向きを変えようとしました時自分の左の目の隅の方でキラッと光り物がしたのです正確に言うとそれは斜め後ろの出来事ですから見える道理りはないそれが確かに見えたのです「きらっ!」「はてな」「流れ星でもあるかしら こう思いましたがその時は右の肩とすぐにまた左の足の太ももを何かで嫌というほど殴られていた自分はこれは困った流れ星が自分をめがけて落っこちたと思ったのですがそう思うのと同時に人間の頭には一度きに二つのことを考えることができるものらしいですな頭のこっち側で 流れ星だと思っている時こっち側では菅野に切られるぞと思っていたわけです後の方が少し遅れていたかもしれませんがまあほとんど同時と言ってもいいでしょう自分はどっちにしろこれはしまったという感じでとりあえず体をかわそうとしたわけですカン野がお前を切ったお前を自分はやつの顔を見ましたやつは ものすごいような顔をして刀をこう振り上げてそれを自分の頭めがけて切り下ろそうとしている自分はやつが何か誤解したかそれとも突然発狂したかと思いしかしこの場合は問答無用と認めたので身を翻して逃げようとしました心ころが太ももは後で見ると骨まで切られていたのですなそれがひっからまりまして 横へ丸田んぼうのように倒れましてそこが包みの斜面になっていましてゴロゴロ転げ落ちていって転げながら天竜川の中へはまり込んだわけですこう書くとしごくのんびりしたように思えるかもしれないがこの間平太の目からは絶えず大粒の涙があふれ出しほっぺたのもじゃもじゃひげの中へ次々に消えていた平太は 二三丁ばかり流され譲り返りの3人ずれの農夫たちに救われた肩の傷は浅かったが太ももは骨まで切られていたのでやがて加納してももの上部から切断しなければならなかった「その時自分は泣きました」です「その時泣いた気持ちとしては残念とか恨めしいなどというものがあったらお目にかかりたいくらいです」 むししろそういったた以上の気持ちでした「菅野が恐ろしいのでその百姓の家で隠れて治療をしすっかり治ったので衣服大小を打って礼に変え箱車を作ってもらって小じをしながらここまで来たのだという彼はなお涙で顔をぐしゃぐしゃにしながらこんな比較的浅ましい姿になっては生きていてもしようがない」。 だが一度菅ノに恨みを述べないことには死ぬに死ねない気持ちだと言ったしかしその不自由な体で菅ノにあってどう恨みを述べるのだそこには自分にも工夫があるわけですそこは自分はこんなどもりですけれども頭までどもりではないですからな考えることはどもらずに考えることができるわけなので 体が動けなないとなればです、ね、自慢ではありませんがそこはその言わず語らずではどうしても江戸へ行くつもりなんだな」。陣志郎はふと考え込んだ「そうだこれは神戸にとってかなりなけん制になるだろうこの男をうまく使えば平太が生きていたということだけでもそうだこの男を無駄にする手はない」。 素早く試作をまとめてお前の気持ちはよくわかった。カン東はひどい人間だ。どんなにひどい憎むべき人間かということ。そしてお前がこれからどうすべきかということについてこれはうかつなことではいけない。柊也は知っているとおり完治にたけている。お前にどんな手段があるか知らないが正面から言ったのではだめだ。 そこを一つよく相談しよう <laughs> よしよし何も言うな俺がこれから策を出すそれを二人でよく考えて最も良い方法をやってみようじゃないかまず落ち着こうその涙を拭かないか仁志郎はこう言って若草の伸びている傍らの土派の上へ腰を下ろした 物理学的に連鎖反応という現象があるそうである今問題になっている水素爆弾もその例で筆者の若い友人の友人であるある若い地球物理学者に言わせると核爆弾100発で地球は太陽に化けてしまうそうだウラニウムから出産したプルトニウムが水素に作用して あらゆる原子を次々と連鎖状に破壊していくのだという筆者はかねて人類文化は20世紀で終止符を打つと酒の魚に言っていたがその若い地球物理学とはこのままでいけば1 4 5年だろうとせせら笑いを漏らしていたそうであるだがここでは連鎖反応について語るつもりはないただ昔から 悪い時には悪いことが続くということが言いたかったばかしであるこれは誰しも身に覚えのあることと思うが一つのアクシデントが起こるととかくそれに続いていやらしい不祥事が連続してくるものだもっともそれが鉄頭鉄尾に不祥であるかどうかわからない災いを転じて福となすこともできる場合もあるここに紹介する例が そのどどちらに該当するかどうか、うそれは言明の限りではないがともかくも平太と熟談を交わし諸藩の取り決めをして真四郎が松陰寺から出てきた時そこには新しい出来事が待っていたのであった間垣平太と別れて沼津へと木戸に着いた真四郎は左富士の人穴道という石標を 石しるべの立っている辻のところで大勢の男女が何やら騒ぎながら海の方へと走ってゆくのにあった「あだうちだってことだがそうか?私」「果たし絵だとや一人のお侍に相手は四五十にいるだと」「中でやってるだがさ千本松原だとせあれあれあそこに見えるあれだべさあだ討ちとかあたし合いとか」 一人人と四五十人などという言葉を耳にしてもしや自分に関係のある者たちではないかと思い陣志郎は傘の前を深くしながら人々の走って行く方へと道を曲がっていった沼津の駅から西南にあたって五反田村というところの海浜に広大な松原がある平家物語の哀絶な一生 三味これ森の子の六代御前という少年がそこで北条時政のために斬られようとしたすでに公与と見えたところを門学承認のために救われるのだがその意志ということで石塔が立っているそれは当時は松原の入り口に近いところにありそこから先は生海、青海を背景として 幾千本となく松原が展開していた武田勝頼が一度切り倒して合戦用材にしたのを後にまた植えたと伝えられるがともかく東海切っての名称と言っていいだろう六代御前の日から一丁ばかり先で一人の武士が十四五人の武士たちに取り巻かれていたその一人とは板倉小五郎である。 彼は妹と陣四郎の宿を訪ねるために来てこの連中に捕まり話があるから来てくれとここまで連れ込まれたのであった小五郎は負けん気が強い何の用があるかわからないがよしと答えてついてきたのであった第32章千本松原の血統そのそお前は。 大吉田の城代の次男で板倉小五郎というものだろう代表者と見える男がそう発言した「年は三十三だろう六尺近い骨太の体で織田信長の画像のようなしゃれた口ひげを立てているだが頬骨と顎が張り出ているし目尻が干渉につり上がっているのでその口ひげは せいぜい大元人ぐらいの威厳しか示していない人の名を聞くときは自分が先に名乗るべきだお前は何者だ小五郎はこう言った俺は千葉宗太郎というものだそれで要は何だ気の毒だがここで死んでもらわなければならない俺としては不本意だが俺が死ぬって 小五郎は怒りを抑えた声で反問した一体それは誰の申し付けだ上位だ出雲の神レチカ様の上位だバカなことを小五郎は冷笑した俺は大吉田で届け墓して正式に江戸屋敷へ出る許しを得ている遠いうちなど受ける覚えは少しもないいやあるんだお前は黙れ その言葉を改めろ我慢を切らして小五郎が叫んだ俺は上代家老の子板倉小五郎だその方どもにお前などと言われるわけはない控えろ無礼者大層反動的だなお前さんはお望みなら閣下とでも言ってやろうか板倉小五郎閣下大将宗太郎は卑しく笑ったこれでいいか よかったら片付けるものを片付けよう自分で腹を切るかねそれともたくさんだ俺は猿芝居は嫌いだそこをどいてくれはあ大将にはこれが猿芝居に見えるかねしかもろくな猿の一匹もいないやつさ小五郎はもう一度冷賞した宗太郎としてはこれまでそんな侮辱を受けたことはないらしい彼は 顔を赤黒くしてさっと片手を上げながら後ろへ下がった「俺が一人で片付けるだが逃がしてはならんみんな抜かるな」千葉宗太郎はこう言って刀の塚に手をやった小五郎はまだ信じられない彼らが江戸屋敷の者たちだということはわかるがどうして自分を小五郎だと知ったか何のために自分を切ろうとするのか そのほかには想像もつかないがそれにしては上位などというのに腹が立った天竜の宿で沼津から帰った柳川平吾からも聞き大吉田へ伝わってきた情報でも蕎麦用人一派が相当積極的に動き出したことは知っていたが今彼らが自分まで切ろうとするのは無法である。 それではどうしてもも俺を切るつもりだな小五郎はムラムラと闘志をそそられた「くどいことを言うな抜け!」宗太郎は自分から先に刀を抜いたその時のことである右手の松林のどこかで突然「パーン!」という銃声が起こり鋭い人の悲鳴が起こった「鉄砲がある」小五郎は身を開いてそっちを見た。 総太郎たたちもびっくりしたらしらい。みんな一斉に振り返ったするとそっちから一人の若侍の腕を逆につかんでずるずると引きずりながら勝田甚四郎がこっちへ来た「こういう伏兵がいたんだよ」「板倉さん久しぶりでしたね勝田お前か小五郎は目を見張ったそして微笑しながら近寄ってくる甚四郎の 逆手を取って引き据えた若侍を見ると、はああそいつそいつがいたのかこう声を上げた重隆の之助貴様が俺の名を指したんだなそれでわかった知っているのかこいつをそいつの兄が国元にいるんだしかしもういい福兵を片付けてもらったのはありがたいがあとは俺一人でやるそっちで見ていてくれ そうはいかないんだこの連中は俺も目標の一人なんだからそうだろう千葉仁志郎はつかんでいた若侍を話し刀の使え手をかけながら言ったこれまで身を隠していたがいい折だおい茂木三郎座高田一馬時山土井村野お前たちは千葉宗太郎を頼みにしているんだろう 俺も板倉も逃げはしないが、もしかかるつもりなら、千葉が頼みになるかならぬか、とくと見てからにする方がいいぞ。こいつはできるのかこの千葉という男は。江戸屋敷の道場師範の一人だ。よし、もらった。小五郎は刀を抜きながら、にっと笑って叫んだ。こいつは俺を侮辱した。挨拶は俺がする。もらうぞ。 どっちも口だけは異性がいいな。千葉宗太郎は2人を見比べながらこう言って刀を取り直した「こっちも二人一緒に片付けられるのは交尾だ」「おい原田と河合いいあの手を忘れるな」取り巻いていた人数の中から「おお」と答えるのが聞こえたこれは筆者としてはかなり面倒なことになった後ろには 修な富岳前には駿河の海を控えた千本松原の風景は壮大明美である思考して右のごとき経過をもって2人と15人との決闘が始まったのだが問題なのはこれをどう紹介したらいいかである何しろいやもう小五郎は千葉宗太郎にうを入れ両者はその位置を45度変えている。 陣志郎は早くも模擬三郎座を倒し高田一馬を転倒させ重高丈之助に刀をつけていた千葉は投げずきが得意だ陣志郎がそう叫んだ気をつけろそれだけはかなりやるぞ俺が相手では難しい小五郎は相手を睨んだまま言ったできるなら見たいもんだしかしその声は 歯の間から出た言葉とは逆に全神経の緊張があらわであると宗太郎の刀がキラリと8層へ変わった同一瞬間に小五郎は右へ移る絶叫が誇り2つの刃が光を飛ばし両者の体が体当たりになると見たが次の刹那にはまた左右へ分かれていた互いの目に驚嘆の色が現れ どちらも切迫した呼吸になっていた「えいはいはいこれは甚四郎の叫びである彼はまた実に迅速にやっていたある者には銅へ峰打ちある者は足をなぎ引きつけ追い詰め大層快活に右へ左へと目まぐるしく行動していた「腹だ、かわいいどうした千葉が引きつったように叫んだ すると待っていたように何人かの者が小五郎と陣四郎をめがけて砂を投げつけ出した即席の目つぶしである「卑怯者貴様」小五郎はこうわめいて身をひねって松を縦に目つぶしを叫ぼとした千葉にとっては絶好の機械である彼は間を詰め小五郎の構えの崩れを狙って切り込んだ砂煙のように目つぶしが飛ぶ イタラ引けイタラ向こうで陣四郎の声がした陣四郎もまた砂を浴び刃に囲まれて苦戦状態にあった水素爆弾が生まれたという現在においてこのような情景を真面目に描くことはこれでかなり強い心臓がなくてはできない技であるとにかく大の男が三尺足らずの刀を振り回し 砂を引っ掛けてはしゃぎ回るというのだからよほど巧みに紹介しても読者の多くは笑い出すかと思う中にはふざけてると怒る人もあるかもしれないがこの場合当の珍志郎と小五郎はふざけるどころではないしまた笑っているゆとりなどはみじんもなかった2人は生命の危機にあった そしてまさしく危機が頂点に達しようとした時そこに不思議な変化が起こった「はっふっ」というような飾り気のない悲鳴が上がり目つぶしの砂を投げていた侍たちがおのおどの顔や盆の窪やあるいは喉などを押さえながら脇の方へ突っ走ったりしゃがみ込んだり松の木へすがりついたりたちまちそう崩れになったのである。 副兵があるるぞ油断するな今度は千葉がそう叫んだ途端に彼の目の寸前をヒュッと何かが光って飛んだ千葉は反ったそして大きく右へ跳躍し追い詰めてくる小五郎に備えながら「砂砂川いどうした」「こうしハツ田こいつは切ってもいいな」小五郎が叫んだ片足くらいにしておけ。 後がうるさい向こうから陣志郎が答えた千葉は蒼白になり目をキラキラさせて味方の情勢を見た味方はちりチりリリバラバラである陣志郎の左右に3人ばかりいる他は遠く離れて仰向きに倒れたり顔を覆ってしゃがんだり呆然と立ちすくんだりしていた気がくじけたか千葉顔が青いぞ小五郎がそう言った 行ったた相手は無謀に逆襲し2人の足元で砂煙が立ちギラッギラッと刃が光りそうして千葉宗太郎は突き飛ばされたようにのめっていって転倒した形勢は全く逆転の模様であるだがこの時松林の一宮のちょっとした陥木の茂みの中ではかの間垣平太がニコニコしていた。 例の箱車の中に座って長さ3尺ばかりの吹き矢の筒を持ってさも満足そぼにヒゲだらけのカボで笑っていたその脇に123になるしょぼねんがもう一つ吹き矢の筒を持って控えているおそらく矢を詰めては渡す助手だろうもうよさそうだよ坊やあとはあの2人がやるだろうすごいねえ おじさんの吹き屋少年は思わずよだれぼたらしながら言ったまるで鉄砲みたいだねこんなすごいの初めて見たよ俺も試したのは初めてさ大したことはないがまあそう悪くもね平太は汚い手でどんなに貴重な品かのように吹き矢の筒を撫でるのであった第33章江戸屋敷の人々 松坂家の江戸屋敷では数日前に藩主が牡丹亭から御殿へ移っていた去る冬には一時危篤と言われた病気が不思議に解放へ向かい四月には起きて部屋の中くらいは歩けるようになったそれで久しく見なかった政務を見るため一応床上げの祝いをして御殿へ移ったのである だが岡倉漱石という主治医は難しい顔をしていた彼は出雲の神の病気は良くなっていないという警戒したように見えるのは消えかかる灯が一時明るくなるのと同様決して長続きするものではなく必ず近いうちに重篤な状態が来るもしこの見立てが違ったら自分の習った医学は てんだという他はない。うはなそしてそんなことは絶対にありえない漱石はこう証言するのであった「そうかもしれないそうでないかもしれない」とにかく御殿へ戻ったこれちかは政務を見ると言っても従来そうであったように別して熱意もなく書院へ出るのは1時間そこそこであとは居へこもって寝たり起きたりしていた。 寝ていときは本を読み起きると碁を打つ相手は江戸家老の門左衛門に限り他の者とは決して対局しないこの二人が恩光と苦実だということは前に述べたそして両方とも口が重い2時間も向き合っていて一言も話さないことがまれではないおまけにそろって兆候である入念に考え 筋を読みまた考えてそうして石をつまむから打つかと思うとそうでない石を積んだまま目をつむる時には天井を眺めたりまた畳の塵を払ったりするだいぶこれはその難しくなりました門左衛門がそうつぶやくとすればそれからおよそ30分もして今度は 親が片手で顎を撫でたり眉をしかめたり上体を反らせて盤面を熟視したりしてそうしてゆっくり咳などしてようやくにして答える、うん、だいぶこれは難しくなったまさに実月なしといった光景で ここれはこれはで任せておくよよりしようがない。人間は考える動物だということだからこの二人も頭か胸かどこかしらで何事か思案し何かしかるべく苦慮しているかもしれないしかし今のところは付き合いかねるので二人には碁を打たせておいてぼたん帝へ行きたいぼたん帝は今火が入ったところである。 がが移ったので人が少なくなくり、またお部屋様の「か女」が解任中のため屋内はひっそりと静かであるだがか女の「寝間」はそれほど静かではなかったぼんぼりの光のほのかな屏風を引き回したヤグの上にか女が生めかしい寝巻き姿で座ってギアマンの杯で酒ぼすすっている。 枕元には鳥取のものをのせた大きな禅がありその脇に板倉三之丞が着流しで座っている三之丞は江戸の次席画廊であるが板倉という姓は国元の城代とは関係がない彼は年の頃三十四五だろうかなりな美男であるが自分で美男だと思っているために生い いやらしく見えるといった感じだおまけに最地にかけても相当以上に自負しているらしくそれが一層人柄を軽薄にしているあなただけはわからないまるでわからない私にはあなたは謎です彼は眉間に気取ったシを寄せずいぶん試作的な音声でちょうど 俳優が舞台上で演技をするように情を含ませてから言った「私はご存知のように女に毒されてきた人間ですそれは残念ながら認めます女たちは私がまだ少年の頃からそこです正確に言うと9歳の時からですが私を奪い合い教え合い 怪我ししいましたそれで私は二十歳の時には50歳の老人のように女という女の秘密と欲望を知ることができました私は女に毒されたけれども彼女たちの毒の要素をつかんだわけですむやみにつかまない方がいいわねお手が汚れますということもあるじゃないのもっともさんちゃんのは つかみ損ねだろうけれど <laughs> 真面目な話ですんちゃんと言われたのが気に障ったものか三之丞はやや開き直りだが依然として怪獣的に「あなたは笑っていらっしゃる」「結構です笑ってください」「それだけのあなたなら私は苦しみはしません」「言ってみれば躍動中のものです」「酒の時の」 めんどくさい話は私が嫌いさ気取らないでざっくばらんにしてちょうだい男と女が誰もいない根間で二人きりになった時には行ったりしたりすることは一つしかないのよ吉のごとく彼女は時に好んで庶民風な時に伝法というより爆蓮的な言語を浪する。 今もそののようう。なな心境なのだろうあまり美しくない顔面が酔いのために赤くなり目はトロンと潤ん,んでいるし唇はぬめぬめとぬれているしおこずわりに肩を落とした体の線がしどけなく緩んで全体に特殊な色っぽさをみなぎらせている「特殊な」というのはいささか赤の匂いが感じられるのである。 もちろん七十万石の大名のお部屋様だからひがみ氷風だし身の回りは全て衛生と清潔を胸としているそれでいて何やらどことなく赤臭いというのはおそらく身についたものであろう失礼ですが私を他の男たちと混同しないでくださいどうかそれだけはごめんをこむります。 城は誇りを傷つけられたように言ったそこらの若侍村やご分家様や近頃ではかんの何がしなどといういかがわしいものまでがそうらしいがそういう連中なら今のお言葉によだれぼ流すかもしれないしかし私はそんな人間ではありませんからああ嫌だかつじょは をくねくねとさせ相手を流し目に見たあんた焼いてるのねさんちゃんそこらの若侍五分間缶の中やあんたの知ってるのはそれっきりなのそれでそんなに焼くとすれば本当のことを知ったら焼けて焼けて焼け死んじゃうわねあ,あなたはあなたという人は <laughs> で三の丞は身を震わせた彼はその次に「このすべた」というようなことを方言したかったらしいなんだこのすべため彼は心の中でこう罵倒した体のわずかな一部分に神秘な機能があるくらいでおかめ面のずんぐりむっくり全然取りえはあれやしないまるで宿場の飯炊きではないか 七十万石という目当てがなければお前なんぞは鼻も引っ掛けはしないぞ分かったかこのすべた奄もちろん心の中の罵倒だから相手には聞こえない三之丞はここで座り直しひどく真面目な表情になって活女を見たあなたという人は万人に優れた菜園なのに その道楽だけがたまにキスです。一種の病気でしょうけれどもそんなところから大事の破れることがままあるご刑事のことが決定するまでは少し慎んでいただかぬと困ります意見をするならこの体に意見してよ私がどう思ったってこの体が勝手に浮気をするんだもの私の罪じゃありゃしない今だってそうよ 今こうしていたってさんちゃんを見ているとほらこんなお部屋様、これはしたりこれは私じゃないの体がこんなになっちゃうんだもん <laughs> 体が悪いんだからねえせっかんしてよさんちゃんしかしとにかく大事な相談何言ってんのよ らっボケだってダメちゃんと顔に絵が出てんだからねこんな時しのぐの言うのはさんちゃんばかりよじれったい早くこれといてええんというしゃがれた咳払いが聞こえふすまが開きそうして松坂大学がむくれたような顔をしてこの根間へ入ってきた。 これは三之丞は起き直ろうとして身をもがいたしかし勝女は彼を横さまに抱き彼の頸部を両手で固く締めつけたまま離さないそうして三之丞が懸命にジタバタするのを知らぬ顔であでやかに笑いながら小分家を見上げた「<laughs> いらっしゃい。 立ちひというものはぞんがい足がくたびれるでしょうもう入ってくる自分だと思ってたのさあどうぞお座り遊ばせ冗談にも程度があるおやめなされ大学は肥えた勉服を苦しそうにしてできるだけ難しく顔を引きゆがめながら脇を向いて座ってそれから吐き出すようにって 見苦しいぞ板倉控えぬかあも,もちろんそのそんなにもがもがしないの勝女は三ののの方へ、自分のそれをすりつけ。いいからじっとしていらっしゃいあんな怖いみたいな顔をしているけど分家のおじいちゃんだって相当やるんだからおじいちゃんはあれ専門あんたは男ぶり それぞれぞ厄床が振り当ててあるんだからねさんちゃんそんなに暴れないでこれをこうしてよ <laughs> 大学は一枚の文書を出しじ女の膝の脇へ投げながらしらじらしい声でこう言った「ご乱行はそれを読んでからにしてくれ」。 勝女は大学の顔を見た。あら私に付けみでも来たんですか付けみとしては第一級だ差出人は間垣平太順次郎様はご存上と書いてある三之丞は解放された突き飛ばされたと言ってもいいかつ女はこの文書を取り三度まで読んで一度に酔いが覚め 額の方から白く色を変え口の中で低く独り言のようにつぶやいた「間垣平太淳一郎様は生きている生きてやっぱりそうか」第34章「中夜は偶居に置いて芝の大門から神明の方へ曲がって二つ目の横丁の「 花屋の路地に黒板塀を回して格子作りに目隠し窓という型通りの商宅といった家がある以前は何文字とやらいう常盤の師匠が住んでいたが50日ほど前から2 4四5歳になる片木風のやぼったい女が住み着いた言葉付きから身なりなど屋敷勤めをしていたか 武家育ちと見え、恐ろしく器量の悪い下女といっそり暮らしている多分囲い者なんだろう時々若い侍が訪ねてくる他は人の出入りもないし近所付き合いもしない若い侍とはお察しの通り菅の中夜であるそうして彼は今この家の奥の人までそのやぼったい女と退座して 茶を喫し菓子をつまみながら話している「まあ驚いた菅野さんってそんな人だったの私なんだか寒くなってきた」「しおらしそうなことを言うな人間はみんな一皮かむってる一皮むけばその舌は色と欲の塊だお前だってぼたんの女中頭で萩野などと済ましていたが」 やっぱり色には負けてそんな体になったじゃないかあらやだ女は慌てて両方のたもとで腹部を隠したこれは菅野さんが悪いのよ人をうまくだましておいて私なんかそんな気はちっともなかったのに嫌だ嫌だとかじりつくやつさ随分せっついたのを忘れたと見える 憎らしい口だこといいわよもう女はぷんとしたが話の続きは聞きたいのだろう2人の茶碗へ茶をついで「ねえ?」とまた相手を見たそれで勝田さんを氷室へ閉じ込めてそれからあとはどうなったの俺とお部屋様の話を知っているだろう 板倉のおかじという娘あの娘が盗み聞きをしていたらしい俺は不審に思うことがあったからぼ探亭の帰りに見に行くとちょうどあの娘が勝田を助け出したところさいやいや何しろ途端の鉢合わせでどうしようもない今度は勝田のためにこっちが氷室へ押し込めという始末いい気だわ。 いっそ,そのまま閉じ込められていればよかったのにまったくさそうすれば俺もその腹の子の始末などで切り切り舞いをすることはなかったからなお望みならこれからでもまあいいから話をお続けなさいなここに後藤人がいる以上は助かったんでしょうそう軽く扱うな氷室のことを お部屋様に話してあったから助かったようなものの3日も飲まず食わずで真っ暗の中にトボンとしていたんだもちろん缶の昼夜ただトボンとしていたわけじゃない頭は自由だ腹が減るほど頭はよく働くお前の腹にいる子をどうするかシアンをつけたのもその時のことさそのシアンが。 どおりに行きますように」「女は半信半疑という目つきで言った菅野さんは頭がいいけれど頭のいい人ほど抜けたところがあるって言いますからねお部屋様のご解人がうそだなんて私にはどうしたって信じられませんわ」「おそらく誰も信じないだろう」「中也はこう言って冷ややかに微笑した」 大学の馬鹿殿「自責があろう。その他お部屋様を取り巻く者家中の全部が皆御解任と信じているだが医者の香西と腰元の江口そしてこの中夜の3人は知っている中夜は目を細くした「お部屋様の解任は嘘だ」「あの腹帯の下には綿が詰まっている」「俺は」 それをこの手でこう言いかけて昼夜はぎくっと口をつぐんだ玄関の障子に何か突き刺さるような音がしたプツッというふうな低いけれどもかなりはっきりした音が聞こえたのであるちょっと待て彼は立って襖を開けたそこが三畳で向こうが玄関の障子であるその障子に外から何か刺さっていた 昼夜は物音を聞きすまし極めて用心深く障子へ近づき刺さっているものを素早く抜き取ったそれは吹き屋の矢であった昼夜は障子を細めに開けそこに誰もいないのを確かめてから手にした吹矢を調べてみたすると吹矢には紙の矢羽がついているがその矢羽の中から紙が一枚出てきた 吹き矢の矢みというやつである。ちょっとドキリとしてそれを抜いてみて、そこに書いてある文字を見て、今度は腹の底からドキリとした。一頭の馬は戻り、一頭の馬は死す。天竜下藩に二人殺害され、一人帰る。二人の一は寄稿子、一は共り。両両名を存じぼなり、疑うなかれ。 年齢近きにあるをそうして末尾に「マガキ平太」と書いてあるのを見て昼夜ほどの男の装備に鳥肌が立った「第三十五章黒姫山からの脱走」「どこを見ても青葉である」「そして信用されないかもしれないがホトトギスが鳴いている」「青葉と言っても並大抵なものではない」 どこもかしこも前後左右どっちを見てもすべて一面の青葉である信濃の国飯田の城下から西へ御里、安置川の一源流を懐に抱く黒姫山の渓谷木助谷に臨んで一棟の古い朽ちた草庵がある草庵の濡れ縁に一人の老人が腰をかけてじっと ののホトトギスの声に聞き入っている。五尺そこそこの痩せた小柄の体つき髪の毛は灰色であるが眉は黒く目の上へかぶさるくらい熱い見たところごく平凡な「山鹿のじじい」といった風景であるだがその口元や眼光には尋常でないもの一種の不動心不大転な精神力といったものが感じられ どうかすると全身からある種の光を発するようにさえ思われる老人の名は玄唯というすなわち墨焼き権之丞が手紙をつけて淳次郎とおまきを託した相手だ草案の前はよく踏み固めた履き庭で谷に面した方は古い大きな杉が林を成しているそこから なぞえに谷へ下るのであるが今その坂道をおまきが登ってきた弁当でも運びに行ったらしい竹籠と湯沸かしを下げている暑いのだろう頬が赤くなり額には汗の玉が浮いていたやっぱり同じことよおじさんおまきは玄意の前まで来ると不平そうに眉をしかめ手の甲で汗を拭きながらいった 毛を切っているのは若さん一人。あの持家という人は草の上へ寝転んでグうグういびきをかいて昼寝をしていたいいじゃないか人それぞれだだって若さんに2人分も働かせて自分は平気で寝ているなんてひどいわおまけにお弁当は若さんの倍も食べるのよそうしてそれもいいけれど 激しい廃食をして働くと肝臓を悪くするなんて恩に着せるようなことを言うんですものンイは歯を見せて笑ったあの男は面白いあの持ち家という男はあら面白いだなんて嫌だわおじさんまでそんなことをおっしゃってどこが面白いの憎らしいじゃありませんか。 あの男を見るとわしは権之丞を思い出す。原唯は静かな声で実戒のように言った。彼は成術では無敵の腕があった。お前は知らないかもしれないが奇州家八百石で迎えられたこともある。市政も潔白だった。けれども世の中の不正やおだくを許すことができない。 ところが世の中は嘘と虚飾と作謀で充満している権之丞はそれに耐えることができなかったそれで世を逃れて炭焼きになってしまったわけだまあ私初めて聞いたわおまきは目を見張っていったおじいさんってそんな人でしたの長術だなんてそれは。 奇襲様に八百石で召し抱えられたなんて私そんなこと聞くのは初めてだわあの持ますぞという男は原因はおまきには構わずこう続けたお前の祖父とは全く反対な人間だ彼はおだくをおだくとしない権之丞なら鼻をつまんで逃げ出すようなところでも彼は あの丸い顔をニコニコさせて生きることができるどんなひどい苦境の中からもあの男はぬけぬけと抜け出していくだろう何十たび転んでも起きるしかもただでは起きない必ず何かをつかんで起きるあの盛んな生活力は見ていて微笑ましい御の情は高血純粋で爪の先ほどの穢れもないが それは彼を山へ隠れて炭焼きをするようにさせてしまった私その方がいいと思うわ嫌なことばかり多い世間へ出て暮らすより山の中で静かに炭を焼いたり薪を作ったりしている方がもちろん悪くはない人それぞれだ原因はうなずいただが それでは何のために権之丞は成術を習ったのかあれだけの苦しい修行は何のためだったのか生かせば役に立つものを持ちながら罪を焼いている人間というものは実に妙なものだ杉林の中で鋭くホトトギスの声がしたキンキンと響く声で二声ばかり泣いてそうしてこの間を縫っ 谷の方へさっと飛び去った山本修五郎作楽天旅日記その第四十回第三十五章黒姫山からの脱走途中まで